こんにちは、バランです。今日はとっても見た目が涼やかなお花のピアスを作っていきたいと思います。今日使う色はまだ動画の中でも使ったことのない色だと思うんですけど、このエメラルドの色と黄色系の中からこのイエローを使っていきたいと思います。両方ともコメント欄でこの色好きですっていう方が結構多かった色味なので、今回はこの2色を使っていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、着色剤ビトラー油のエメラルドとイエローです。それから装飾としてパールのビーズを使います。そして今回使いたいのがこの透明の小さなビーズです。で、このビーズすごく容量が大きくていっぱい入ってて、値段も 3.99 で、だいたい400円ちょっとぐらいの値段だったので、めっちゃ入ってるじゃんと思って買ったんですけど、これしか使っていないので、今回はこのビーズを使わせていただきたいなと思います。お花の形を作っていくのに、今回使うのが20ゲージの太めのワイヤーです。ワイヤーをだいたい7センチくらいにカットしました。このワイヤーとっても綺麗な曲線がついているので、今回はこの曲線をあえてこう崩して動きをつけていきたいと思います。もちろん綺麗な曲線をそのまま花びらにしたい方はそのまま使っていただいて大丈夫かと思います。で、このワイヤーを人差し指に沿って曲げていきます。これで完成でも大丈夫なんですけど、今回はもう少し動きをつけたいので、この先が丸くなっている丸ヤット粉を使ってさらに曲線を作っていきたいと思います。今度は奥側に曲げます。そうするとこんな感じに曲線がつくので、あとは手で花びらの形に整えます。これで花びら1枚完成です。花びら全部同じ形にしなくても大丈夫です。
というわけでピアスが完成しました。今回動画の中で使った色はイエローとエメラルドグリーンの2色です。今回この花びらは透明から始まってだんだん色が濃くなっていってます。色見本も似たような着色の仕方で作ったんですけど、あの色見本がとっても可愛くできたので、今度はアクセサリーにできないかなと思って今回この形にしました。でさらに透明のビーズがうちにたくさんあったので、それをこの上にパラ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 っと全体的に乗せてみました。このビーズを乗せることでちょっとこうなんか涼しげな感じになったかなと思います。なんだかこう花びらが凍ってるような感じに見えるような気もしてきました。黄色と緑はこんな風に揺れるタイプで作ったのと、それからコバルトブルーとパルマの2色も使って試作で作ってみました。こっちは耳にフィットするタイプの金具をつけてあります。このピアス裏から見てもとっても綺麗だなぁと思いました。こんな感じで4色の涼しげなピアスが出来上がりました。もしこういった透明感のあるピアスがお好きな方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしてます。最後まで見ていただきありがとうございました。